魔界戦記イスガイア第1話フロンリサイタル。ないわよ。なんなのその恥ずかしい歌は。愛のテーマですよ。誰が作った歌？私が今考えました。つまりデタラメな歌ってことね。いい歌でしょう。本当にそう思ってる？はい。フロンちゃんって本当おめでたいね。え、どうしたの？エトナさん、今なんと、あれ傷ついちゃった？今確かに言いましたよね。おめでたいって。ああ、うん、言ったけど。これですよ。え、何が？おめでたい、つまり幸せ。まあ、ある意味で幸せだね。幸せだということは愛が溢れているってことですよ。なんでそうなる？歌は愛を教えるのに一番ぴったり手段だったんです。そうかな。そうですよ。赤ん坊をエスときお母さんが歌を歌ってあげるでしょ。それと同じです。あんたの歌は赤ん坊の頃から聞かされたらきっとその子はグレるよ。どうしてこんな素晴らしいことに今まで気づかなかったんでしょう。バカバカ、私のバカフロのバカ。うん、バカなのは認める。歌こそダメだ、自分の世界に入っちゃってる。これでやはりさんもあ、もしかして殿下に聞かせるつもり？もちろんです。ちょっと見てみたいかも。エトナさんもそう思いますか？よし、善は急ぎです。早速私の澄み切った歌声でラハールさんを癒してあげましょう。ラハールさん、まだ寝てるみたいですね。ちょうどいいじゃん。あんたの歌で爽やかに目覚めさせてあげたら。お、素晴らしいアイデアです。殿下きっと泣いちゃうよ。感動の涙ですね。いや、苦痛の涙。そして目覚めた瞬間からラハールさんは生まれ変わるんです。愛を知る優しい悪魔さんに。まあ、生まれ変わりたくなっちゃうかもね。きっとトラウマになるから。では早速行ってきます。頑張ってフロンです。愛のテーマを歌います。起きて起きてラハールさん、愛に目覚めて私の歌。タンナ。え、何です？愛のテーマを歌うんじゃないの？え、そうですよ。さっきと歌詞が違うじゃないの。え、そうでしたっけ？もしかしてさっきの歌詞覚えてないの？覚えてる覚えてないの問題じゃないんです。じゃあ何よ。心に感じたままに歌うんです。つまり適当ってことね。それが歌というものなんです。ああ、わかったわかった。もう勝手にして。じゃあ改めて。むせてどうする。あ、歌詞考えてる。グテンモゲルアイアイアイ。だんだんどうでもいい歌詞になってきたわね。起きてラハールさん、ほらそこはお花畑。デューアデューア、スキップしましょう。笑顔でラララ、私には上手よ。スキップ、だって私は弟子で。やめてくれ。いつでもどこでもみんな幸せ。私も幸せ。起きろ。
今、焦点しそうになったぞ。本当ですか？天国行っちゃいそうになっちゃったんですか？お前の仕業か。エコナーさん、エコナーさん、聞いてください。お前が話を聞かんか。ラハールさんが天国行きたくなるほどに心を入れ替えましたよ。そういう意味じゃないって。俺様がこれほどの苦痛を味わったのは久しぶりだ。あ、ラハールさん、目に涙が。俺様は泣いてなどいない。涙だ。殿下泣いちゃったんだ。仕方あるまい。あんな殺人ソングを聞かされたら。すごい効果です。ひねくれ者のラハールさんの心に愛を目覚めさせました。あんたはとことん人の話を聞いてないね。歌は素晴らしいです。もっともっと歌って、もっともっと愛を教えることにします。あいマニアめ、もうゴリゴリだ。ラハールさん、私頑張ります。頑張るな、帰れ。リサイタルを開きます。みんなを招待します。開くな、俺様を巻き込むな。ぜひ来てくださいね、ラハールさん。話を聞かんか。早速今日から特訓しなくちゃ。忙しくなりますよ。こうしちゃいません。行っちゃった。エトナ。はい。俺様は旅に出る。遠くへ旅立つ。そうだ、何年も戻って来られないくらい遠くへ行く。逃げるんですね。旅に出ると言っておるのだ。まあまあ、フロンちゃんだって悪気があるわけじゃないんですから。ならお前が歌を聴いてやれ。いくら殿下でも発動しますよ。絶対嫌です。俺様だってごめんだ。これも魔王としての試練ですよ。我慢してください。ならば魔王として命令する。あの殺人ソングを二度と歌わせるな。そんなのつまんないじゃないですか。つまんないとはどういう意味だ。もだえ苦しむ殿下の姿、面白かったです。おお、いい度胸だな。あ、いや、もうつい本音が出ちゃって。もういい。やはり俺様はしばらく留守にする。あとは任せたぞ。フロンさん、全員集合したっす。自分たちに何か用すか？えへん。いいですか？これからプリニーさんたちには合唱団をやってもらいます。それにはどんな見返りがあるっすか？え、これ以上仕事が増えるのはきついっす。特別手当が欲しいっす。何を言ってるんです。これは愛を広めるための慈善事業です。ボランティアです。つまりただ働くってことっすか？静かに。はい、私は情けないです。あなたたちをそんな子に育てた覚えはありましや。育てられた覚えもないっす。あなたたちみたいな卑しい子には天罰です。一生懸命練習しましょうね。はいっす。頑張るっす。悪気がないから逆に立ち悪いわよね。あらら、エトナさんも合唱団に入りたいですか？歓迎しますよ。結構よ。恥ずかしがらなくてもいいですよ。いや、だって言ってんの。もう素直じゃないですね。それより本当にリサイタルすんの？もちろんです。チケットはもう完売ですよ。嘘。プリニーさんたちにチケットを全部買い取ってもらって配ってもらってますから。それはかなり悪質なやり方ね。とにかくリサイタルの失敗は許されません。こんなに皆さんから期待されてるんですから。期待はされてないと思う、間違いなく。さあプリニーの皆さん、練習を始めましょう。さん、はい。下手くそすぎます。あんたが言えた筋合いじゃないと思うよ。プリニーさん、やる気あるんですか？天罰。さ、もう一度です。あ、ひどすぎます。聞くに耐えません。天罰。
方ありませんね。プリニーさんに期待して私がバカでした。だいたいなんでプリニーを巻き込むの？一人でやればいいじゃん。こうなったらプリニーさんたちにはバックダンサーをやってもらいます。話を聞け。さあプリニーの皆さん踊ってください。レッツダンス。踊り？ちょっと待ってフロンちゃん。ダンスダンスダンス。ぐはー、なんか来やがった。おー、その調子です。もっと腰振って。ワンデュワンデュ。プリニーを踊らせてダメ。もっと激しくです。情熱的にするです。あら、ヘトナさんすごい吐いてますよ。どうしてそんなぐったりしてるんです？私は誰？ここはどこ？あれ？エトナさん、ステータス以上にかかってますよ。私はどこ？ここは誰？むしろここは魂？私はハマチ？帰っちゃった。もっと見学してけばいいのに。気を取り直して練習です。プリンの皆さん。あのすね、どうしました？もう限界っす。学天罰食らってもう誰も残ってないっす。あらら、皆さんだらしないですね。ごもっす。しょうがないですね。私一人だけでも頑張ろう。ラハールさんのために。待っていてください、ラハールさん。愛に満ちた素晴らしい歌をあなたに届けてあげますからね。いよいよ今日はリサイタル。皆さんきっと会場で首を長くして待ってるでしょうね。今日私の歌声で魔界は生まれ変わるんです。みんなの笑顔が目に浮かびます。そろそろですね。それじゃ、行きますよ。みなさん、お待たせしました。フロンリサイタルの始まりです。あれ、誰もいない。そんな、ラハールさん、エトナさん、プリニーの皆さん。誰も来てない。こりゃのあんまりです。お友達だと思ってたのに、口ではひどいこと言っても根は優しい人たちだと思ってたのに。私の愛は誰にも届かないですね。でも私歌います。いつか私の思いが皆さんに伝わるように。上海私は天使な愛子ちゃん。夢はみんなの笑顔。そして愛、天使さんも悪魔さんも関係ない。みんなで笑える、その日まで私は歌う。ゆう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 。相変わらずヘッタクソね。まったくだ、耳が腐る。どうしてここに？たまたま通りかかっただけだ。勘違いするな。こんなこと言ってるけど、殿下ってば本当は結構焦ってたんだよ。リサイタルに間に合わないではないかって。俺様はそんな
こと言ってない。じゃあなんでわざわざ旅から戻ってきたんです？それはフロンの歌のひどさをネタにして揺すってやろうと思ったのだ。どっちにしろ歌を聴くつもりだったんじゃないですか。うるさい、こんな歌聴いてられるものか。なんだ、なんで泣いておるんだ。それじゃあお二人のためにアンコール行きますね。なんだと。今度は最初からきちんと聞かせてあげますよ。あれ、二人ともどうして固まっちゃってるんですか。やはり俺様旅に出る。え、殿下待って、私も連れて。次回予告。ついに始まったダウンヒルタイムアタック。最強のライバルを前に美少女走り屋エトなど下り最速伝説は終わりを告げてしまうのか。次回、フォーリンダウンヒラーエトナ第2話、炸裂ラブラブドリフト。お前はそのまま人生をどこまでも下っていけ。この私の前を走るやつは誰であろうとお仕置きよ。お待ち、ミャオ。この CD はディスガイアだろ。どうして私が出てこなくちゃならないんだい。マージュリー様が自分で出るって言ったにゃ。しっ、お黙り。にゃ。というわけで、登場したからには言わせてもらおうかね。最近このマージュリー様に対する扱いが実に悪い。本当ならディスガイアでもこの私が美しき魔王として君臨する。帰れおばあはん。はいはい、このセリフを言い終わったら帰りますよって、まっこち申し訳ないですねって。おい、さすがマージュリー様、乗りツッコミもうまいな。お前もうるさい。痛いにゃ。で、お前はなんだい。小僧。小僧ではない、今回の主人公ラハール様だ。お前みたいなのが主人公？お前みたいなのってなんだ？だってね。貴様。何せ。ドクドク、やめなよ、鬱陶しい。話し合いましょうよ。なんでこう次から次へと幼稚園のガキが湧いてくるかね。幼稚園児じゃねえ。悔しかったら私みたいに超絶グラマーになってから出直してくるんだね。まあ、お前らみたいなガキンチョじゃ私に追いつくまでに何千年かかるか分かったもんじゃないけどね。ああちょっと待った。なんだい。すっごい話教えてあげよっか。すっごい話。悪魔も天使もこれを聞いたら超びっくり。ほう、何の話だエトナ。聞きたい？本当にすっごい話なんだろうね。もちろん。くだらないネタだったら責任取ってもらうよ。私の大活躍の場面を削ってまで聞いてやるんだからね。うん、じゃあ耳かっぽじてよく聞いてね。実はフロンちゃんとマージョリーにはものすごい共通点があるの。へえ。こいつらに？どっからどう見ても共通点なんかないだろう。お花畑を走り回るのが夢ってことですかね。それとも歴代の戦隊シリーズの主題歌を全部歌えるってことですかね。ああ、なるほど。って人聞きの悪いこと言うな。こんなことできないよ私には。こんなお子様とセクシーダイナマイトバーディーの私を一緒にしないでおくれ。セクシーダイナマイト。それでは発表しま
二人はなんと同じ年齢なのです。ブオー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 バカバカなバカバカの本当かそれ。二人とも1509歳、見事に一緒です。詳しくはオフィシャルホームページや設定資料集を見てね。そう考えるとマジョリ様も大したことない気がしてきたにゃ。なんか言ったかいにゃお。何も言ってないにゃ。だからそのマージョリ様、実はお若いんですね。まだまだ青春ですにゃ。そうかい。そうですにゃ。こいつと同じ年齢ってことはそれだけ若い。そうよね。まだまだ若い。怒るべきか喜ぶべきか、複雑な女心の葛藤ね。そこうるさい。ということで今回はこの辺で許してやるとするわ。それではさらば。さあ待てマージョリー様。ああ消えちゃった。何だったんだ今のは。私とあの方が同じ年齢なのに、私どうしてセクシーダイナマイトボディじゃないのでしょうか。知るか。第2話プリニーの反乱。なかなか手ごわいではないか。おい、フリニー隊。はいっす。突撃しろ。了解っす。大爆発術。あー疲れた。いや今回の戦いはしんどかったわ。あ、ちょっとプリニー。あ、はいっす。マッサージして。了解っす。全然効かないじゃん。もっと気合い入れてやれ。申し訳ないっす。こら今度は力入れすぎよ。加減ってもんを知らないの。申し訳ないっす。あ、そうそう、いい感じ。いつまで続ければいいっすか。私がいいと言うまでよ。了解っす。疲れたっす。あ、プリニーの皆さん。なんすか。私ずっと気になってたことがあるんです。ちょっとそこに並んでください。了解っす。はい、いいですか。プリニーの皆さんには笑顔が足りません。もっと笑いましょう。無理っす。無理じゃありません。愛があれば笑顔は自然に出てくるものなんです。いや、そういう問題じゃないと思うんです。構造的な問題っす。言い訳は許しませんよ。ほら、スマイル、スマイル。だから無理っす。全然ダメです。今日は笑顔ができるようになるまで返しませんからね。了解っす。はい、1、2のスマイル。ニコース。全然ダメです。テンパ。戦いの傷を癒す暇もないっす。結局フロンさんには6時間も絞られたっす。天罰で今日は7人の仲間が行ってしまったっす。へぇ、ため息出るっす。お、
和解病院は今日も怪我人でいっぱいだな。いい感じですね。だがまだまだ傷つき方が足りん。病院の景品、今度は何を狙ってるんですか？今日はちょうどイモリの黒焼きが食べたいと思っていたのだ。じゃああと3人くらい重症にしちゃえば景品でもらえますよ。よし、おい、そこのプリニーども。あ、おはいす。お前ら3人で戦い合え。仲間同士で傷つけ合えってことすか？いくらなんでもあんまりつ。イモリの黒焼きのためだ。わざわざ病院の景品で手に入れる意味があるすか？心配しなくてもすぐに治療してあげるわよ。そういう問題じゃないす。つれこめ言うな。ならば俺様が直接手を下してやる。勘弁してほしいっす。はぁー、飛天無双斬。ストライキス。ボイコットス。メデス。これ以上攻撃使われてたら身が持たないっす。労働条件が過酷すぎるっす。自分たちは道具なんかじゃないっす。自分たちの意見を主張するっす。ものすごい要求を突きつけてやるっす。わがままなご主人様たちをギャフンと言わせるっす。はいっす。へいへい、おーっす。共にやり合うのもめんどくさいな。おい、プリニータイ、プリニータイ、どこへ行ったのだ。ああ、殿下、プリニーのやつらストライキするとか言ってましたよ。ステーキだかハンバーグだか知らんが、さっさと呼んでこい。だから今日は来てないんですって。来てないだと？サボったのか。まあ、簡単に言えばそういうことです。ならばエトナ、お前が突撃しろ。嫌です。こべこべ言うな。だから嫌です。殿下が行けばいいじゃないですか。俺は魔王だぞ。知るか。殿下って人使い荒すぎ。ちょっとプリニー、プリニー、マッサージして。ああ、そっか、あいつらストライキ中だっけ。ったく、もうマジで生意気。こんにちは、エトナさん。愛のポエムを考えてきたので聞いてくれませんか？あ、ちょうどよかった。フランちゃん、マッサージして。いいですよ。やったー、さすが愛と正義の天使見習い。当然です。じゃ、行きますよ。テンパン。なにそのよ。どうです、いい気持ちでしょ。なわけあるか。電気ショックによるマッサージって結構効くんですよ。殺す気か。私を殺す気か。おい、あんたに頼んだ私がバカだったわ。ねねねねねね、エトナさん、そんなこと言わで聞いてください。あんたが話を聞け。愛のポエムを考えたんですよ。これで悪魔さんたちに愛を伝えようと思うんです。なこと知るか。やめて。もう、追い出さなくてもいいじゃないですか。せっかく愛のポエムを聞かせてあげようと思ったのに。エトナさん、エトナさん、開けてください。じゃあいいです、他の人に聞いてもらいますから。あ、ラハールさん。却下だ。え、まだ何も言ってませんよ。却下却下却下、お前の言うことは何であろうと却下だ。そんなこと言わずに愛のポエムを。踏み耳持たん、俺様は忙しいので。ふん、いいですよ、だプリニーさんたちに聞いてもらいますから。あ、プリニーさんたちストライキ中でしたっけ？誰か、私の考えた愛のポエムを聞きたくありませんか？誰か、相手してくださいよ。
にストライキなんてしてよかったっすか？仕事をサボったら後でお仕置きされるっす。怖いっす。でも自分たちの要求を通すには他に方法はなかったっす。ラハル様やエトナ様がまともに交渉に応じてくれるとは思えないっす。きっと焼いて食われてしまうっす。何言ってるっすか。もっと自信を持つっす。自分たちは煮ても焼いても美味しくないっす。そういう意味じゃないっす。ほらフリニーども、交渉に来てやったわよ。プリニーの皆さん、お願いですから戻ってきてください。やったっす。ストライキ作戦成功っす。エドナ様どころかラハール様まで交渉のテーブルに引っ張り出すことに成功したっす。サマラがいないと俺様がフロンの相手をさせられるのだ。だからさっさと戻ってこい。で、あんたらの要求は？それはっすね。それは？聞いて驚いちゃダメっすよ。いいからさっさと言え。三色ひよやつきっす。なんですって。ついに言ってしまったっす。かなり大胆な要求っす。大胆すぎて向こうが飲んでくれるかどうか微妙なところっす。いいよ。あっさりすぎっす。別に構わん。それで話は終わりか。こんな簡単でいいっすか。待ってっす。これはきっと罠っす。油断させておいて後ろからブスッとやらきっす。なるほどっす。危うく騙されるとこだったっす。ちょっと様子を見るっす。何コソコソしてんの。交渉成立でしょ。さっさと仕事に戻りなさいよ。俺様を待たせるな。やっぱり本気っぽいっす。自分たちはそれだけ必要とされてるってことっす。これで苦労が報われるっす。待ってください。何よフロンちゃん。ラハールさんもエトナさんもどうしてそんな意地悪するんですか。意地悪なんてしてないよ。俺様はプリニーごときを相手にするほど小物ではないぞ。もっとプリニーさんたちのことを考えてあげてください。あんた今までの話聞いてた。プリニーさんたちがかわいそうじゃないですか。私はエトナさんたちを見損ないました。なんか雲行きが怪しいっす。私はたった今からプリニーさんたちに味方します。プリニーの皆さん、一緒に勝利を勝ち取りましょう。ありがたいのかありがたくないのかよくわからないっす。ラハールさんやエトナさんとはこの瞬間から敵です。覚悟してください。敵も何ももう交渉は成立したでしょうが。そうやって言い逃れしようとしても私は騙されませんからね。俺は今にやめ展開へ帰れ。嫌です。これは戦争です。ブリニーさんたちの誇りをかけた戦いです。いや全然そんなつもりはないっす。お面白いな。俺様に逆らう気か。ラハールさんとエトナさんが愛に目覚めるまで戦い続けますからね。戦い続けたくないっす。いつの間にか目的がすり替わってるっす。わかった。プリニーどもの反乱の黒幕はフロンちゃんだったのね。天使見習いのくせに何たるずる賢いやり方だ。話を聞いて。違います。私はプリニーさんたちのお手伝いをしているだけです。この戦いはプリニーさんたちが考えたことです。フロンさん、人のせいにしないでほしいっす。上等じゃん。やろっての。プリニーども、何が狙いだ。だから最初昼寝好きっす。何言ってるんですか。夢は大きく持たなきゃダメですよ。フロンさん、話を大きくしないでほしいっす。もっとすごい夢を持ちましょう。夢は努力すればきっと叶うんですから。話を聞いてほしいっす。ゴン、プリニーさんたちは魔王の座を要求しています。なんだと。つまりこの俺様を倒そうというのだな。いい度胸だ。身の程知らずもいいとこだわ。殿下、やっちゃいましょう。さあプリーの皆さん、あとは頑張ってください。ちょ、フロンさん、投げっぱなしっすか。覚悟はいいだろうな、ブリニーども。あんたらみんなボッコボコにしてやるからね。まずいっす。もう交渉どころじゃないっす。そもそもなんでこんなことになったっす。さっぱりわからないっす。とりあえず謝っておいた方がいいっす。でももう許してくれなさそうな雰囲気っす。いつまでこそこそ話をしているつもりだ。貴様ら、俺様をコケにするのもいい加減にしておけよ。やっちゃえ殿下。いくらなんでも勝ち目はないっす。こんなことならストライキなんてするんじゃなかったっす。どうするっす。逃げ場はないっす。とりあえず自爆するっす。そうっす。
自爆してごまかすっす。自爆して綺麗さっぱり忘れるっす。誰のせいなのよ。次回予告、エトナ先生の15秒クッキング。今日は冷やし中華です。まずお皿に麺を入れます。その上に適当に野菜を盛り付けます。最後にスーパーで売っている特製冷やし中華のタレをかけて出来上がり。はい、殿下どうぞ。食えるかこんなもん。エトナ先生の15秒クッキング、次回は抹茶ティラミスあん肝のせです。それではさようなら。お前は料理をするな。アンカーニッシュの鼻に、まあ、なんか浮き曲にゃあたしら気が合うね。ミオさん、私たちもお友達ですね。そうにゃ、おちゃんにゃ、すごい偏見感が湧くにゃ。あたしもこれが愛ですよ。ぶっちゃけた話、マジョリ一家では肩身が狭かったにゃ。あたしたち三人はどうしよう。そうです、一緒に同盟を作りましょう。すごく嬉しいにゃ。やっと本当の仲間を見つけたにゃ。待てー、マジョリー一家誕生。一家って一人じゃん。きっとお友達がいないんですよ。ここだけの話、その通りだにゃ。うるさいってんだよ。私にそんな口聞くなんていい度胸してるじゃないの。ごめんにゃ、マジョリーさんはお聞きしてほしいにゃ。いや、あんたどういうつもりだい、裏切る機会。そんなことないにゃ。聞いたよ、マジョリー一家は本当の仲間じゃないだって。帽子とか同盟とかどういうことか、きちんと詳しくしつこいほどに説明してもらおうかい。これには深い理由があるにゃ。どんな理由だにゃ。それはペタンコよ。ペタンコです。ペタンコにゃ。三人合わせてペタンコトリオ参上。三人合わせてペタンコトリオ参上。あきれて思わず鼻が鳴っちゃったわよ。なんだ、これからはね、ペタンコの時代なのよ。バカおいでないよ。女はね、ムチムチしてなんぼなんだよ。甘い、今時ムチムチボディなんか流行らない。そうです、時代はペタンコです。 C とか B とか E ではなくて A なんです。時代の流れに沿って次回作はミャオたちが3人で主役で決定にゃー。本社の役員会議でも一発で企画が通ったのよ。なによー、ペタンコが売れる時代なんです。待て、次回作にゃー。くそ、覚えておいで。その次回作とやらまでにペタンコにする魔法を完成させて、見事コーヒーカップになってやるからね。 A カップにゃ。そうだよ、そのカッパだよ、A カッパ。なれるもんならなってみろ。カッパカッパ A カッパ。バンザーイペタンコのショ。お前らは主役の次回作なんて絶対ねえよ。第3話、華麗なる中ボスの受難。やあ皆さん、ご機嫌うるわしゅう。はい、落ち着いておくれ、私の可愛いハニーたち。私は君たち全員を愛おしく思っていますよ。
はいはい、今日も我が舞踏会に来てくれてありがとう。感謝の気持ちを込めて私からハニーたちへこの言葉を捧げましょう。さながら舞い散るバラの花びらのよう、それは儚くも美しい一瞬。今日という夜は一瞬でしかないけれど、そこに花開くバラたちの鮮やかさに我はさながら迷い込む蝶。私は美しい、君たちは美しい。いやー困りましたね、マドモアゼルたちのハートをわしづかみ、なんと罪な私。ですが恥じることはありません。美しいものに心奪われるのは当然のこと。そう、私こそ魔界に咲いた一輪のバラ、美しく華麗なる奇跡。私の名はビューティー男爵。誰ですか今中ボスなどと言ったのは。よろしいですか、私の名は中ボスなどではありません。私の名はビューティー中ボス。ああ、だから違って。やめろ、その名前で呼ぶな。なんたる屈辱。それもこれもあのラハールのせいです。おのれラハール、やめろ。夢でしたか。私ともあろうものが酒場で酔いつぶれてしまうとは。大丈夫？うなされていたようだけど。私は嫌な夢でも見たの？ええ、悩みがあるのね。わかりますか？酒場のママを長いことやっているとね、いろいろと見えてくるのよ。ママ、ワインをもう一杯。飲みすぎよ。いいから、頼みます。一杯だけよ。あなたらしくないわ。そうですか。酒に飲まれるなんて人生を降りた男のすることよ。そうかもしれませんね。ほら、それ何です？昔のあなたならそんな笑い方はしなかった。とても疲れた笑い方、あなたには似合わないわ。私は昔のあなたは自信に満ち溢れていた、輝いていたわ。そんなあなたを見守っていくことが私のささやかな楽しみだったのよ。ママ、何があったかは知らないけれど、早く昔のあなたに戻って。中ボス、もう、なぜその名前を。というか思いっきり何があったか知ってるではありませんか。あら、名前のことで悩んでいたの？中ボス、うん、私の名前は中ボスなどではない。大丈夫よ。え、新しい名前も似合っているわ。だからそういう問題ではないのです。あなたの新しい呼び名結構有名よ。なんですと。魔界中に知れ渡っているわ。おい、そこにいるのよ、中ボス。おれ、元気な中ボス。こら、私の名前は中ボスではない。中ボスだ、中ボスは中ボスだ。貴様も。ちょっと司令さん、よしよ、中ボスは疲れてるんだから。だから中ボスじゃない。もうあなたも私を中ボスと呼ばないでいただきたい。なんたることだ。おのれらはる、奴のせいで。でも
ライバルなんでしょう。え、あなたが他人を認めることは珍しいじゃない。あの男は多少生意気なところがありますがね、良き好敵手です。ならいいじゃない、中ボスでも。よくない。あなたがその男を認めたように、その男もまたあなたを認めているのよ。私を？だからきっと敬意を表して新しい呼び名をつけてくれたんだわ。だからあなたも中ボスという呼び名に誇りを持たなくちゃ。持てません。ならどうしたいの？ボスならいいの？私にはきちんとした名前があるのです。名前は問題じゃないと思うわ。大問題です。私はビューティー男爵ですよ。美しさこそが私の全てなのです。それなのに中ボス。そう、これほど屈辱的なことはない。いつか必ず、いつか必ずラハールの胸に刻みつけてやります、私の本当の名を。ようやくあなたらしさが戻ってきたわね。え、あなたのためにとっておきのワインを開けてあげる。はい。これはママの宝物でもあるプレミアものではありませんか。いいのよ。ママ、感謝します。大変さ！ラハール様が苦戦してるっす！敵は新手のドラゴンっす！魔界の危機っす！戦える者はすぐに救援に駆けつけるっす！行くの？ええ。あなたにとっては何の得にもならない戦いだわ。損得の問題ではありません。あの男が私以外の者に倒されるのは我慢できないのですよ。あなたらしいわ。ママ、そのワイン開けずにキープしておいてください。え、帰ったら二人で乾杯しましょう。そうね、待ってるわ。生意気なドラゴンだ。殿下、余裕かましてる場合じゃないですよ。このままじゃ負けちゃいます。こうなったら話して聞かせましょう。あんたの愛の教えは誰にも聞かないわよ。そんなことありませんよ。愛は世界共通です。よし、ではフロン、お前に任せる。頑張ってね、フロンちゃん。みんなで頑張りましょうよ。骨は拾ってあげるわ。骨が残ったらだけど。そんななど、この俺様のプライドが許さん。殿下かっこいい。じゃあ私は逃げます。待たんか。話して。私のライバルともあろうものが情けないですね。たかがドラゴンごとき秒殺してやる。その自信はどこから出てくるんですか。根拠のない自信は身を滅ぼしますよ。なんだと。それよりも愛です。愛があれば救われます。それこそ根拠ないじゃん。なんでしたら手を貸しましょうか。この俺様を誰だと思っているのだ。魔王だぞ。だから何なんです。だからとは何だ。相場では魔王はドラゴンになぞには負けないのだ。それは他のゲームの話でしょ。
しょ。このゲームはそんな甘くないですよ。メタな話をするな。そうです、魔王に勝てるのは正義の味方だけです。正義の味方にも負けん。聞いているのですか。とにかく私は逃げます。やっぱりドラゴンさんに話して聞かせましょうよ。きっと分かってくれますから。俺様は魔王だから無敵なのだ。なんだあいつは。私の顔を忘れたとは言わせませんよ。中ボスですよ殿下。ああ中ボスか。こんにちは中ボスさん。もう、まあ、中ボスなどではない。まだわからないのですか。何がだ中ボス。邪魔しないでよ中ボス。中ボスさんはお散歩ですか。ああ様、連呼するな。私にはきちっとしたきちっとした名前があるの。中ボスだろ、うん、中ボスだよね。中ボスさん、うん、今日もいいお天気ですね。はあ、もうわざとだな。わざと言ってるな。少し黙れ中ボス。うるさいよ中ボス。中ボスさんはいつも元気ですね。ふざけるな。私の名はビューティーダンシャーだ。中ボスは引っ込んでろ。でも殿下、中ボスをスケープゴートにするって手もありますよ。中ボスさん、後でご一緒にお茶でもいかがですか。まっ、最後まで聞け。私はビューティー。ああ、頼むから謎らせろ。で、一体何しに来たのだ中ボス。どさくさに紛れて殿下を倒そうとしてるんじゃないですか。中ボスと呼ばれるだけあって卑怯だな。呼ばれていません。見くびってもらっては困ります。私はただ。そうか、さてはこのドラゴンを呼び出したのは貴様だな中ボス。はっ、なるほど、中ボスが黒幕だったのね。あ、そうなんですか。中ボスさんはもっといい人だと思ってたのに。いや、話を聞け。私はお前たちを助け。許さんぞ中ボス。悪魔の端くれにも置けないやつね中ボス。天罰が下りますよ中ボスさん。話を聞けと言っているのです。何か中ボスの仕業だったとは。殺せ。ということは、私が大切に取っておいた冷やし中華がなくなったのも中ボスのせいね。なんでそうなるのですか。冷やし中華など食い物ではない。あ、それは同感です。さすが私が認めるライバル。許せ、私の冷やし中華返せ。もう言いがかりにも程がありますよ。それじゃあ、私が昨日36回も転んだのも中ボスさんのせい。それは違うと思う。何ですか。どうやらお困りのようですね。中ボスさん、まさか。そのまさかですよ。可愛らしい子羊さん、もしよろしければ華麗なるこの私が力を貸して差し上げても。なんてスト。まいったか中ボス。黒幕である貴様を倒せば全て解決だ。さすが殿下、頭いい。私は黒幕などでは。メテオインパクト。やばやば。降りたら二度と汚い真似はしないことだな。ま、所詮は中ボスの器だしね。見ろ、ドラゴンが逃げていくぞ。俺様の勝ちだ。なんか呆れて帰っちゃったようにも見えますけど、勝てばいいのだ。で、帰って祝勝会だ。あ、はーい。え、さすが私が認めたライバル。今日のところは私の負けです。中ボスさん、大丈夫ですか。ですが、いつの日か必ず私の名をその胸に刻み込んでやります。私は。私の中ボスさん、しっかりしてください。ビューティーダンシャー。中ボスさん、中ボスさん、中ボスさん。だから私はビューティーダンエトナ。次回予告。約束の地を目指し旅を続けるエトナ。そんなエトナに次々と苦難が襲いかかる。遅刻、乗り換えの間違い、
駅弁の買い忘れによる飢え、渇き。果たしてエトナは約束の地伊香保温泉にたどり着けるのだろうか。次回エトナのわがまま一人旅第4話、酒と魚と温泉旅館の巻。いつまでやってるんだ。もう CD は終わりだぞ。第4話、酒と魚と温泉旅館の巻。ふぅ、第4話、酒と魚とせめて温泉旅館の巻。打ち上げ旅行なんか行かないぞ。